ったバターキャンディーよ。グリコアーモンドだ。ダンダン。真っ二つハーフアーモンドが入ったバターキャンディーよ。グリコアーモンドだ。ダンダン。なんだか怖いのです。それでも見たいのです。初めての春です。髪生き生き、ラクアシャワラーのビューティー、シャンプーとリンス新発売。密かに白い羽をつけ、グリーンの香りが素敵よ。髪にサッとスプレー、シャワランビューティーブラッシング、ブラッシングスプレー牛乳石鹸から新発売。シャワランビューティーブラッシング、髪がしっとり輝きます。なぜもしかしたら買うとルックカバーがついてます。風よ聞いてきてほしい、いつか出会ったあの人に何気なく思い出す。ダブルコンディショニング効果で髪生き生き、ツヤツヤ。なぜもしかしたら恋かしら、ショーラービューティー。石鹸もフルーティーグリーンのシャワランです。切なさを携えてあなたを訪ねてゆくわ、訪ねてゆく今ひたすらに鳥と弁当セブン。優しいだけでは物足りないと、ドキドキ詰めては見るけど、静かなその眼差しに引き込まれてしまう。なぜなぜなぞなぞ、私の胸に火をつけた、低い体温を忘れはしない。赤いランプが光ればベストチューニングのサイン。覚えておいて、サインはレッド、薄型ラジオレッドタイムペッパー。上がりますです、実力ぐんぐん上がりますです、実力ぐんぐん。中学生の参考書は学研のニューコース、実力ぐんぐんよ。学研ニューコース。あなたはレディー、素敵なレディー、ピンクレディーのおしゃれセット。あなたは素敵なピンクレディー、ピンクレディーのおしゃれセット。アサヒ玩具のおしゃれバスケット。の中は夢でいっぱい。そんな私の胸はこんなに弾んでいるわ。見つめて見つめて、ピンクレディのビューティーケース、アサヒ玩具のビューティーケース。はじめましてのご挨拶、ピンクレディのおしゃれ人形、今日の気分で着替えるの。私たちの人形が出たわよ。はじめましてのご
のおしゃれ人形、可愛がってね。UFO! お腹と背中がくっついて食べたくなったら UFO! おへそにくるくる幸せくるわ、日清焼そば UFO! UFO! ちょっぴり大人よ口紅つけて踊り明かそう宇宙のパーティー、お腹と背中がくっついて食べたくなったら UFO! おへそにくるくる幸せくるわ、日清焼そば UFO!UFO! 遥か彼方の宇宙から飛んできたきた不思議なやつら、日清焼そば UFO で楽しい浮き袋が当たります。封筒にラベルを入れて送ってね。浮いた浮いたのプレゼント、花寿司さん、ウキウキしてみない、ウキウキしてみない、日清焼そば UFO!UFO! 遥かな彼方の宇宙の噂、生きたいようで焼けちゃいそうで、誰かと誰かのランデブー、お熱いお味で UFO! おへそにくるくる幸せくるわ、日清焼そば UFO!麺比べヒット街道上昇中、比べて比べてほしいのよ、おいしさに麺食らっちゃうわよ、日清ラーメン麺比べ、食べて比べて大好評。ブケの香りで顔を落とす、ちょいと生かした殺し屋さん、ブケの香りの緊張マットよ、緊張マット。お控えなして、私ブーケの香りのミー・ケイと申します。人呼んで緊張マットか、死んでくれる緊張マット、ブーケの香りよ。素敵なお気候よ、くるくるピピピと感じて、くるくるあなたはくるくるくる、暑い夏にくる。今年のナショナルクールクールは電子制御が温度湿度のバランスをコントロールします。ナショナル電子制御エアコン、クールクール、ストライケクール。ただいま STB 地下街サービスセンターでピンクレディのカレンダーを一部1000円で発売中です。なお地方の方は現金封筒に送料とも1400円を同封の上、 STB パック宛てお申し込みください。兵庫電機春のオーディオ大特売。お待ちかねピンクレディのコンサートは10月5日沖縄市営体育館で開催、沖縄最後のコンサートです。お問い合わせは 63-4327 クリーンハウスまで。キャッシー一口お口に、雪印のアイスクリームでピンクレディのくねくね人形が当たります。雪印アイスクリーム、キャッチリきらめく宝石見つけてよ、雪印宝石箱、唇に宝石よ、おいしさキラキラ、今なら宝石が当たります。冷たい女とああ言わないで、冷たいやけども、雪印宝石箱、バニラに香りの宝石を散りばめました、唇に宝石よ、おいしさキラキラ、雪印宝石箱、今なら宝石が当たります。冷たい女とああ言わないで、冷たいやけども
宝石箱バニラに香りの宝石を散りばめました。唇に宝石よ。おいしさキラキラ雪印宝石箱、今なら宝石が当たります。お腹が寄ってる部位に一つ、空腹寄ってる部位に二つ、今が出たいワンクッシュ日本ハムののウィニー食べてる。はい、熱気ムンムンのザチャンス、テレビをご覧のあなたにもビッグなプレゼントがあるんですよ。はい、今週は何でしょう、皆さん。はい、今週の豪華プレゼント商品は服部時計店のクォーツデジタルウォッチアルバを20名の方々にプレゼントです。ご希望の方は完成ハガキに放送日そしてアルバとお書きになって、住所氏名年齢職業電話番号を記入の上、郵便番号107東京都港区赤坂5丁目 TBS テレビザ・チャンスプレゼント係までお送りください。締め切りは11月26日月曜日の消印まで有効です。おハガキ待ってます。お待ちどうさまでした。ザ・ビッグホイールです。はい、チャンスゲームに参加できなかったお二組の方に挑戦していただきます。はい、今週は新井さんとかやこさん、はい、そしてビビのお二人とマー君です。はい、新井さん最初からいらしてどうしたんですか。いや、ね、あのね、なんか品物だとほら荷物になっちゃうから、現金のがほらね。あ、じゃあこの100を狙ってね。なるほど、頑張っていただきましょう。はい、それではゲストの方、先攻後攻じゃんけんで決めてください。ではいきますか。はい、じゃんけんぽん。じゃあ先行でいきます。え、先行でいきます。先行でいきます。やらしい、どうぞ。あ、ここ、うん、じゃあここにしましょう。じゃあ、はい、新井さんのとこ、はい、ここにします。先行で、かやこさん、はい、どうぞ。お二人で、お母さん頑張ってね。お母さん、せーの、よいしょ。100が出ますように。一遍で100が出るとね、ボーナスとして30万円もらえますよ。30万円持って帰ってほしいですね。そうでしょう。100、ゆっくり。さあ、何で止まるかしら。95でもいいですね。95 際どいとこですもんね。やめますか。はい、じゃあこちらでどうぞ、こちらでお待ちください。一回だ。マー君どうぞ。どうぞ。そうかな。はい、なるほど。力いっぱいね。頑張って。よいしょ。100出してほしいね。100どこ。あ、もしかして100止まるかな。すごい、おめでとう。賞金30万円でございます。おめでとう。よかった。あ、よかった。信じられない。今日はね、もうゲームに積もったけど100が出たでしょ。30万円でしょ、ね、最高な週ですね。よかった。チャンスはどこにでもあります。来週もでっかいチャンスの巡り合い。ラッチャンス、また来週。さあ、心も体も美しく、ビタミン入りドリンクアペリオ、資生堂から。近頃写真写りが良くなったって言われるの。アペリオ、美容と健康にアペリオ、資生堂。アペリオ、低カロリー、ビタミン E、 ビタミン C、 おいしい、健康、美容。アペリオ、資生堂。今にこの国は健康で美しい人だけになるでしょう。
ビタミン入りドリンクアペリオ、資生堂。起き抜けのビューティフルにビタミン入りドリンク資生堂のアペリオ。男も女も一つになれる酒が欲しかった。香り優しい麦焼酎おつだねと新発売。色のつかないお酒にしたら色気が出たねって言われた。おつだね、香り優しい麦焼酎おつだね、白波から。ハローと花この麦畑、白波の麦焼酎おつだね。風までも個性のサンデンカーエアコンレザム。風までも個性のサンデンカーエアコンレザム。こだわりの風に任せていい。風のリゾート、涼しさの新発売、三電化エアコンレザム。La chanson qu'elle embrasse a une bonne odeur. Le nouvel album de Kay, Voice Column, en vente par Tokuma Japon le 25 novembre. ミーに送る言葉、そうですね。もしミーにね、例えば好きな人ができて、で例えばもう結婚したいと思っても、やっぱりケイがまだいると思ってやっぱりここで結婚できないなっていう、そういう我慢はしてほしくないなって思うし、やっぱり自分の幸せを一番考えてほしいしね、ケイに遠慮しなくて。だから結婚したいなと思ったら、とりあえずケイ結婚したいんだけどもって言ったら、じゃあケイは手当たり次第探して、一応同じ立場でねうん。でもいつもそうね、あの自分一人じゃ ないんだってことをいつも胸に置いて、まあ好きな人ができて結婚するまで頑張っていこうミーからケイに、うん、あのそうですねあのもうハッピーな恋をしてほしいなと思いますね。うん、やっぱりもう二十歳、県なんか21でもう恋をしてもいい年だと思うんですけどもね、やっぱり県の傾向としてはなんかこう波乱に満ちたね恋をしそうな感じなんですよ。だからもっとそう無理のない人とね恋愛して幸せになってほしいと思います。そうですね、あの頑張ってほしいと思います。